ルンです。今回の雑学はこちら。金閣寺に、金箔が塗られていて、銀閣寺に銀箔が塗られてない理由ということです。金閣寺は金箔がふんだんに塗られてますが、銀閣寺には全く銀箔が使われてない。これはなぜかと。銀閣寺は室町幕府の足利義政が着手したと。しかし当時は応仁の乱の直後だったため、財政的に厳しかったと。つまり銀箔を塗ろうにもお金がなかったためという説がある。もちろんそれ以外にも説があって、銀を塗っても変色して黒くなるためで塗らなかったとか、作る前に義政が他界したとか、多数あるということです。